はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。迷惑系実況者リュウです。さあ本日なんですが、あの大迷惑なデッキが帰ってきてしまったようですね。はい、新しいパックでね、メタファイズアセンションっていうね、このカードが実装されたんですけども、このカードクソ強いんですよ。簡単に言うと、はい、簡単に言うとクソ強い、効果ね、手札からメタファイズカードを1枚押してると、デッキから1枚ドローして、その後デッキからメタファイズ1体を除外できる。はい強い、はい強いはい強い。そして2番目、このカードが除外された場合に発動、デッキからメタファイズアセンション以外のメタファイズカードを1枚手札に加える。はい強い、はい強い。ということで今回は、このメタファイズアセンションをガン積みしたね、メタファイズデッキをね作ってきたんで、ぶん回していきたいなというふうに思っております。あのメタファイズカードなんで、アシンメタファイズでこれ除外できますし、でシンプルにあのこのカードは普通に手札からメタファイズカード1枚伏せて、ドローしながらメタファイズ除外できるんで結構強いんですよね、これね。だから素引きしてアシンメタファイズと一緒に引いたら、まあそれはそれで強いし、まあ別に普通にこれ打っても強いっていう、なんか死ぬほど強いカードなんですよ。もう強いしか言ってないね。はい、で、まあメインギミックは基本的にその相手のカードを、相手のカードじゃ、自分のカードを、自分のメタファイズカードを除外して、で相手のモンスターを、まあ、除外したり、まあ、ぶん殴っていったりっていうのは変わってないんで、エースは変わってないです、メタファイズ。ただ、このカードが来たことによってかなり面白い動きはできるようになったかなっていう、そういうね、そういうデッキですね。はい、で、暴虐じゃないと結構ガラッキーになっちゃうんですよ、自分のフィールドが。で刃物バリア、ウェイフォースとかをセットしておく場がないんで、このカード永続トラップカードとか永続魔法をめっちゃセットするんで、セットというか発動するんで、だから、ベイルとクリボールくらいは入った方がいいですね。本当はカイトロイドっていう最強カードがあるといいんだけど、ちょっとカイトロイドがなんかそのサンダードラゴンさんのせいで、ここの獣がめちゃくちゃリミットにぶち込まれてまして、ここの獣とあと封印の動きですね、あのカードがめちゃくちゃぶち込まれてるせいで、メタファイズさんなんかちょっと弱くなるっていう毎回サンダードラゴン規制されるのに合わせてメタファイズちょっと死ぬっていうのがあるんですけども、まあ、今回このカードが来たんでちょっと強くなったんで、早速ね、回していきましょう。ちなみにリュウさんのメタファイズデッキちょっと回してなすぎて、エアプランでちょっとプレイングガバイですけど、容赦ください。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、根性とかいう最強スキルをいきなり言うことによって相手を威圧していくスタイル、アシンメタファイズを発動。アシンメタファイズの効果により、これはネオニュームーブできますね。メタファイズアセンションを除外、アセンションアシンメタファイズの効果とアセンションの効果が発動。アセンションの効果は除外された場合、デッキからメタファイズアセンション以外のアセンション系のカードを加えることができる。よし、ベールいるんで、とりあえずアシンメタファイズで、これはダイダロスを除外すればいいんですか。ちょっとメタファイズエアプランですけど、これ回し方合ってるか教えてください皆さんメタファイズ回してなさすぎてマジでエアプランですよ。多分メタファイズ界の有識者がブチ切れそうな回し方しそうなんで、ちょっと勘弁してください。これはタイラント除外でいいんですか。これ次のターンタイラントでタイラント出して相手をめちゃくちゃぶん殴っていくみたいなスタイルなんですか。これも合ってんだから、これ除外するのネフテイスの方がいいやつ。これなんかもうこのさ、要は3ターン目にぶん殴りに行きたいみたいな気持ちが爆発してモテるんだけど、これやりすぎ。あ、時間か、オッケー。時間の検索、バジリウスの効果、デッキからゴルゴネイオを墓地の確定で、ゴルゴネイオで、これあれですか、メシ時間ってやつ。めんどくさいですね。これ、ワンチャンその400が生き残って2902連打したら勝てるっていうのが神ゲー起きないですかね。ちなみにメタファイズダイダロスはダイダロスの効果で、メタファイズの効果ので出した場合、特殊感した場合、あれなんですよ、トラップカードの効果を受けないっていう、なんかアタオカ性能があるんで、このアタオカ性能を使ってワンチャンその、なんか途絶の時間とか狡猾な落とし穴とか全部効かないみたいな、セレンの時間、そこつけちゃうんだ。なるほど。はいはい、嵐、うわーやめろ、お前何してんだ、お前やっていいことと悪いことあるだろう。メタファイズ使いの
アシンメタバイズは2枚破壊してるの犯罪だぞ、逮捕されるぞ。それでテレの時間 OK。 おいあいつ犯罪だろ。バトル、え、これなんか回復って使えないんだっけ。なんかあの飯、あのデュエル飯、デュエル飯よみたいなやつ。え、これなんか殴ったら勝ちじゃね。メタファイズタイラントドラゴンの効果を発動。メタファイズタイラントドラゴンはタイラントドラゴンを特殊召喚することができる。このモンスタートラップカードの効果を受けず、モンスターに2回攻撃することができる。これはとてつの呪眼を、の可能性もあるから、1回ちょっと孤高の獣を召喚していくぜ。そしてここの獣の、召喚成功時ネフティスを除外し、ネフティスと同じ種族のモンスターを除外する。もちろん俺が除外するのはメタファイズダイダロス。よし通れ、ワンチャン通れ。バトル頼む、通ってくれ。テキスト読むな、テキスト読むな、テキスト読むな。狡猾、狡猾はいい。ちょ、自分破壊するな。あ、でも自分破壊できないか。タイラントドラゴンとどれ、どっち。え、これ自分破壊できるんだっけ、これ。やったー、やったー。いや、これ使う必要なかった、ごめんなさい。俺もメタファイズエアップやけど、相手の方がメタファイズエアップやった。うん攻撃力400、攻撃表示は甘いでしょ。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、闇湯、よろしくお願いします。というより3倍、これはこれどうなんだろうな。これまあでもこれアシンメタファイズ、いつもなんかそのメタファイズアセンション除外しないと、これ合ってる、これ、これメタファイズアセンションなんかセットして、ドローして除外した方がアドバンテージ稼げる説ある。ちなんかこれ無駄遣いしすぎ問題発生してる。でも言うてドローソース2枚貼っといた方が強いみたいな話もある。まあ、このゲームハーピーの羽根も起きないしとか言ってなんかサイクロンめっちゃ撃たれるんだけど、どうなんだろうな。これメタファイズアセンションセットしてなんか除外、1枚ドローしながらデッキから除外した方が強い説は結構ある。わからんけど、メタファイズアセンションそんなにアセンションじゃねえや、アシンメタファイズを焦って2枚発動する必要性はない可能性はあるが、まあいいや。これはメタファイズネフティス、ネフティス、オッケー。させない、これさせないって言うんだから何も起きないんですよね。はい、先行であのメタファイズ、あ、アシンメタファイズ2枚打ったところで別にフィールド上にモンスター誰も存在しないんで何も起きないけど、なんかさせないって言ってるのが可愛いね。喋り方おかしいけどこいつ、え、弱っ、マジ弱くね。え、何も砂時計光んないけど嘘でしょ、そんなことある。とりあえずメタファイズディメンション持ってくるわ。メタファイズディメンション、で、アシンメタファイズ発動、アシンメタファイズでメタファイズネフティスを除外して、え、これマジで何も光んねえな、なんだあれ、月の食系か。まあ、とりあえず、圧倒的最強ムーブができてるんで、まあ、ここはこれでいいでしょう。こうしてフリーボールも来た、最強で、カード1枚セット、エンド、相手はこの最強、最強のメタファイズ除外カード、まあ、メタファイズディメンションっていうね、この除去カードを除去できないとひたすらアドバンテージを失っていくことになりますよ。メタファイズディメンション、メタファイズディメンションの効果はメタファイズカードが除外された場合、相手フィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードをゲームから除外するという効果を持っている。メタファイズタイラントドラゴン除外するか。これそろそろ殴りに行こう、そろそろ殴りに行く。そしてアシンメタファイズの効果、アシンメタファイズの効果、メタファイズディメンションの効果発動、お前のフィールド上のカードを1枚を選択しゲームから除外していく。ひょい、あ、ナビゲートだったわ、なるほど。ブラックマジシャンか、おだ、ちょ、なんか手札、え、1、2、3、4、5枚か、5枚もあったらなんかさすがになんとかできるんじゃねえか。大丈夫か。とりあえずベールとクリボールで耐えれるモンスターにしてくれ、ベールとクリボールで耐えれるモンスターにしてくれ。これあのいきなりね、あのレッドアイズフュージョンって言われて、あのあいつ殴られて死ぬんですよね、あのなんだっけ、あのブラックデーモンズドラゴンで。メタファイズタイラントドラゴンの効果を発動、メタファイズタイラントドラゴンの効果でメタファイズタイラントドラゴンを特殊召喚していくぜ。うわっ、ちょっとここの獣来い、アシンメタファイズの効果発動、こっちでいいか。メタファイズアセンションを除外しカードを1枚取ろう。
ょ防御力が来すぎなんだけど、ちょっとアタッカー来よう、ちょ孤高の獣くん来よう、孤高の獣くん、メタバイスアセンションで孤高の獣サーチゲンなんで、おかしくね、まあ、でもとりあえず やってることは 強いよね、めっちゃやってることはめっちゃ強い。でメタファイズアイドル除外、全然来ねえ、ここ全然来ねえじゃんこれ殴るかどうかちょっと迷うけどな、ディスティニードローだろどうせ、どうしよう、まあいいか殴れ雑に殴っていく。これちなみにこういうね、あの防御がありますね、こういうこと考えてると、あれなんですよね、時間なくなるんですよね、あのマスターデュエルに慣れすぎて、このデュエルリンクスっていうゲームの180秒では一切足りません、時間が。本当にマスターデュエルの罪はね、デュエルリンクス面に対してその自分のデュエルの持ち時間の180秒という短さを露呈してるところだね。ああそれ以外は歓迎、メタファイズダイダロスの効果を発動、ダイダロスの効果でメタファイズネフティスを紹介し、そしてアシンメタファイズ、アシンメタファイズ、ディメンション意味ないで、あなたのターンです。あのメタファイズのうざいところ第1位、あのユーザーに聞いたメタファイズのうざいところ第1位、こっちのターンで動きすぎ、そんなモンスターも入ってんの、マジリアル、リアル遊戯さんじゃん。破壊剣士の万竜、なるほど、破壊剣カードを手札に加えることができるぜ。これで破壊剣の溶乱を加えてバスタードラゴンを出すっていうムーブはちなみにギベルリンクスではできない。さあ破壊剣士融合を手札に加えてバスタープレート飛んでくるから大丈夫だぞ。俺様のメタファイスサイラントドラゴンはドラゴンってついてるけど原竜族だからなドラゴンってついてるけど原竜族だからな、これは別に関係ないから、別にいらないか、これは特に何もすることないな、なんか効果が死んでるメタファイスタイラントとかいないな、うん大丈夫、これはするドラゴンってついてるけどドラゴンじゃないからな、ドラゴン族だと思ったか、融合はできないぜ、なに失職させバカな、それは冥界よりモンスターを何でも特殊召喚するとかいうチートカード、やばい、レベル8、レベル8、結構世界終わるモンスターいっぱいいるんですよね。これ一番やばいのはスクラップドラゴンでメタファイズディメンションが破壊されるのが一番やばいですかねスクラップドラゴンでもさすがにバスタードラゴンだよなと思うな、攻撃機私ですよね、まあ、破壊バンリーバスタードラゴンと、はい、ドラゴン族になってしまった、やばい、メタファイズタイラントドラゴンがドラゴン族になってしまった、まずいぞ、このままだと勝ち目はない、その破壊剣集合絶対2番とか2番、メタファイズディメンションの効果を発動、メタファイズディメンションの効果でそれよし OK ドロだな、メタファイズネフティスの効果を発動するぜ、メタファイズネフティスの効果によってなんか好きなメタファイズカードを持ってくることができるぜ、ここで持ってくるのはもちろんメタファイズダイダロス、そしてメタファイズタイラントドラゴンのモンスター効果を発動、メタファイズタイラントドラゴンのモンスター効果により、ちょっともうなんかダブついてる、これトラップカードの関係ないし、どうせあれでいいんじゃないの、なんかこれメタファイズタイラントドラゴンでいいんじゃない、これわざわざダイダロスで除外する必要ねえだろ、ぶん殴りにも勝てんじゃね、これ安易に出しすぎたな、まあ、でも、まあ、またメタファイズディメンションで除外はできるんで多分なんとかなんでしょう、DNA 改造手術とかいう最強のってことは、あってことはあれは破壊剣士融合か、あのカードはってことは破壊剣士融合がこのチェーンにずっと乗ってるってことね、まあじゃあしょうがないからアシンメタファイズ使って、アシンメタファイズ使ってなんか適当に除外してでディメンションの方がつかないのね、 OK、 ここの気持ちだ、アシンメタファイズディメンション、ディメンションの効果を発動するぜ、お前のフィールド上のカードディメンション化させてもらう、そしてここでお前は破壊剣士融合を打つだろう、そこまでは読んでいました、そこまでは読んでいました、そこまでは読んでいました、手札にバスタブレーダーいるんですね、一応ね、一応バスタブレーダーはいると、はい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 、なるほど、でこれで手札はめちゃくちゃ使った、でバスタブレーダーは直接攻撃はできない、
で、これはあこれ効果使ってぶん殴りに行く説あるもしかして、あだから除外し除外これ特殊召喚だねこれね、これ分かったぞ、これダイダロスを特殊召喚して上から叩くっていう説、これドラゴン族には なってねえもう。おいおいドラゴン認定できてねえぞ、大丈夫か、そのデッキドラゴン認定できないと何もできないって言ってたぞ、おい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 戦略かと、これ孤高の獣召喚者の話か、孤高の獣召喚、あでもなんか防御であったらなんかさっきチェーンクリボールとかそっち系ですかね、分かんないですけどとりあえずこんなふうにいきましょう、ほい、さあ使えよ防御だ、あ何もカイトロイドかこれ、じゃあカイトロイドやな、投げろよ、手札はゼロ枚、手札はゼロ枚でバスタープレイターで何ができる、まあ一応破壊剣集合を引いてきたらなんかワンチャンあるのかとか思うけどな、お諦めたか、諦めたらそこで試合終了って安西先生は言ってたぜ、先生遊戯王がしたいです、おっと不満足さん来た、ハーモニカどうした、ハーモニカはハーモニカ持ってきたか、俺にデュエルを捨てることはできなかったこいつ暗いんだよな、こいつ暗いんだよね、なんかこの明るいデュエルっていう世界に顔をつかんだよ、あのこの明るいデュエルの世界にあのそのなんかなんつうのかな、その暗いキャラクターがいるとね、そのなんか暗さがねこっちまでねなんかそのなんとか伝達してくるからね、もうちょっと、ね、明るくて楽しそうに遊戯をしてほしいんだよね、うん、それだけは言えるわ、モンスター効果発生、グラファー、まあ今グラファーは捨てられてもあんまり意味がないですよ、おっとなんか手札2枚ぐらいになってるけど大丈夫それ、アドソンしすぎじゃない、アドソンしすぎ問題、さあどうする不満足さん、今から俺は満足させてもらうぜ、デーモンの呼び声、何めちゃくちゃ懐かしい顔したな、カオスハンター、え無駄だ、モンスター効果発動、あれこれカオスハンターいるとカード除外できないのではえちょっと待って、これカード除外できないんだね、これ終わったのでは、えやばくね、ちょ待ってちょ待って、えこれ召喚しても何も意味ないよね、やっばちょ待って待って待って、ちょっと一回カオスハンターさんどこそこそこどこ一回、ちょさメタバイスデッキにさカオスハンターマジ無理なんだよ、ちょやばいやばいちょメタバイスアセンション、カードを一枚ドロー、さあクリボールを引け、あもう遅いか、バトルステップ意味ない、ちょやばい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 、助けてくれメタバイスイメージション、なんか起きろなんか起きろなんか起きろ、うわあ根性で耐えた謎に根性で耐えていくぜいくぜ、足メタバイスを発動、足メタバイスの効果でカードを除外することはできない、うわー顔メタやめてもらっていいですか、